日見市立博物館は、富山県氷見市本町にある、公立博物館。日本博物館協会、全国歴史民族系博物館協議会、富山県博物館協会会員。氷見市市街地の氷見市立南小学校跡土地2982年4月に、完成した4階建ての複合施設、氷見市教育文化センター1、2階に、 氷見市市政30周年の記念として、同年7月31日に開館し、8月1日より一般公開された。教育文化センター内には、氷見市立図書館、氷見市中央公民館などが入所している。常設展示物は、導入展示、歩み氷見の歴史、取る氷見の漁業、作る農家の暮らしの4つのセクションに分けて紹介しているほか、企画展示も行っている。 なお、博物館に収蔵されている、魚老用具は、国の登録有形民族文化財に登録されている。また、氷見市中田には、当館の付属施設として、氷見市文化財センターを合わせ持つ。旧女寮小学校校舎、体育館を手に用し、2013年に解消したもので、手狭になった氷見市立博物館の収蔵庫より、魚老用具、木製の和線、 秘密市内約390カ所の遺跡から出土した埋蔵品、考古資料など所蔵品、約1万点をこちらに移して、収蔵、木製の和線は天井が高い体育館に数多く収蔵している。なお、こちらは約1ヶ月に一度の割合で一般公開している。博物館では国の登録有形民族文化財に登録されている。 漁具や和船などの漁労用具のほか、氷見の歴史的資料、生活用具などの民具などを収蔵している。など2015年3月2日に、同博物館と、氷見市文化財センターに収蔵している、漁労用具など2853点が、日々及び周辺地域の漁労用具として、国の登録有形民族文化財に登録されている。観覧料アクセス、ありがとうございます。